鉄隊でお世話になることになった三木田響です。名字からわかるように、枕は私の姉で、宗鉄は兄なんです。あ、兄さんの方は義理ですよ。私とは血がつながってなくて、で、別に仲が悪いとかは全然仲ばい、むしろ。イリス・クラウドの本ば読んでみたかって車掌さんにお願いして、錦の図書館を特別に開放してもらったとやけど、そん時たまたまニーニーが居合わせて、そうか、ならば僕も行こうなんて言うもんやけ。つまりこれってニーニー主導の図書館デート、嬉しかった。してニーニーがここに、あっちで本ば読んでたでしょ。そんなことはありません。さっきの大声は、デザインの役に立ちそうな本を見つけて、それでつい。今は私と兄さんだけしかいないんですから、ちょっとくらい多めに見てください。二人きり。うわー、この本とっても面白そう。もちろんです。こんなに面白そうな本に出会えたんだから、このまま読んでいきたいなって。え、にゃにゃ、本を覗き込んでくるニーニーの顔がパリチカか。こんなん本当の本当図書館デートみたいだーい。はあ、わっ、車掌さん、びっくりした。したんですか。実は今日は兄さんと出かけようと思ってたんですが、声をかける前にポーレットさんとどこかへ行ってしまったみたいで。二人きりで。その申し出は大変嬉しいのですが、会って間もない車掌さんとデートというのは、なんというか。あ、そうなんですね。よかった、びっくりした。もふもふ。あっちもそっちもみんなもふもふしとるね。この耳や尻尾のことですか。そうですね、錦の住人は大抵もふもふしてますよ。建物の雰囲気なんかは日の元によう似とるばって、住んどる人は私たちと全然違かと。ねえねえ、見て、あそこの3人組、犬耳に猫耳、それに多分キツネさん。タヌキと違うん。どっちにしても可愛いかね。そぎゃんね、みやこさんば筆頭にみんなみんなぬいぐるみみたいでかわゆかと。うん、かわゆかね。で、そっちにも負けんくらいにひーちゃんもかわゆか。そぎゃんはしゃいどるひーちゃん、お姉ちゃんめったに見れんけん、まっことかわゆか。ちょ、ねえねってば、人前で変なこと言わんで。車掌さん、車掌さん、響さんの話し方、枕さんと同じになってますね。家族？でも、宗鉄さんの前ではそうじゃないような。変なの？
ああいう手合いはしつこいですし、助けに入った方がいいのでは？おかしかね。その商品向こうのお店で半分以下の値段で売ってたとやけど。ひーちゃん、ちょっと買うの待ってくれんね。お姉ちゃん念のためにもう一回さっきのお店で確認してくるけん。商人さんはよか人みたいやし、観光客相手にぼったくるような真似するわけなかとよね。そぎゃんことしたらあっという間に噂ば広がって、商人さんとこで買い物する人きっとおらんようになってしまうけん。おお、錦の商人がタチタチになってます。錦の人は親切やね。おまけばこぎゃんつけてくれたと。枕さんすごいです。響さんもあんな風にできるんですか？困ってるように見えたのは実は演技だったとか。演技だなんてとても無理ばい。私にはできんと。ネーネは特別やけん。そうなんですね、姉妹なのに。そうなの、姉妹なのにね。もうニーニーは心配しすぎばい。自分の部屋くらい一人で行けるとよ。そんなことなかも。にゃ、待って、ニーニー、本当にもう行ってしまうと、なんかようわからんけど急に寂しくなったというか、まだ誰かに一緒にいてもらいたかよ。はい、じゃあニーニーはこっち来て、ここ隣に座ってほしか。素直。そうかもしれんね。普段の私は。あのね、ニーニー、私結構頑張ったとよ。本当はちょっとだけ無理もしとったけ、とにかく大変やったの。だったらもっと褒めてほしか。満足するまで。やった、約束やけんね。錦酒ば日の本市と同じ醸造酒なんね。うちの専門外ばって蔵人さんらの腕の確かさは感じると。ここから眺めてるだけでわかるんですか？うん、イエコちゃん、耳ば澄まして聞こゆるや。耳？こうですか？ふつふつコポコポ、かわゆか歌ば聞こゆるでしょう。恋ば麹がはようお酒になりとうてはしゃぎ回っとる声ないの。職人さんたちが気持ちよう仕込んであげとる証拠よね。お酒が喜んでる声、そんなのがあるなんて初めて知りました。錦の商人を撃退した時も思いましたが、枕さんはすごい人ですね。ありゃまあ、美也子ちゃんに褒められてしまうたと。響さんもこんなすごいお姉さんがいて、さぞかし鼻が高いんじゃないですか？え、それはもちろん。まことすごかよ。ネーネは私と違うけん。そんな、お姉ちゃんからしたらひーちゃんの方が全然すごかよ。ごめん、
私ここにおっても役に立たんけん、一人で絵ば描いてくるばい。あ、ちょっと待たんね、ひーちゃん。止めんで、話して車掌さん。だって、そぎゃんね、お姉ちゃん今は動かん方がよかとね。車掌さん、ひーちゃんのことをお願いします。ひーちゃん、私のせいかも。みやこちゃん、はあ、なんで私逃げるとか、みんなに心配かけるに決まっとるのに。我ながらなんて子供じみたこと、まっこと情けなか。あ、車掌さん、わざわざ追いかけてきてくれたんですか。すみません、ご迷惑をおかけして。もう大丈夫なので。ネーネーは昔から何でもできるし、何でも知っとるし、その上誰にも負けんくらい努力ばしよったと。あのニーニーが一番に尊敬してる。ネーネーはそぎゃんすごか人。あって妹の私はいっつもいっつも比べられとったけ。あ、別にネーネーのことが嫌いとかは全然なかよ。私もネーネーのこと尊敬してるし大好きやし、うちは両親があんまり家におらんけ、親代わりみたいな感じでネーネーがおらん生活なんて考えられんもん。車掌さん、なんだかちょこっとだけニーニーと似とると。励まし方というか、ようわからんけど。本当に？そこか。バッテン、それでも、そこやけん、まっこと嬉しか。ちいちゃか頃から私の絵、ニーニーはずーっと褒めてくれとるもんね。あね、車掌さん、私が今でも絵ば描き続けられとるとは、みんなニーニーのおかげなんよ。ニーニーが右竹に来てすぐに。なんか元気出てきました。ありがとうございます、車掌さん。はい、早く戻って謝らないといけませんね。あれ？見つけましたよ、響さん。みやこさんも私のことを探しに来てくれたんですね。心配かけちゃって本当にごめんなさい。ごめんなさい。みやこさん、響さんが怒ったのって私のせいですよね。私が枕さんと響さんを比べるようなことしたから。そぎゃんこと、私全然怒ってなんて。怒ってなくても傷つけてしまったのは間違いありません。私、人の感情をうまく汲み取れなくて、思ったことそのまま口に出してしまうんです、性格的に。多分ですが、響さんの前で枕さんばかり褒めたのがまずかったのではと。それで私のことを追いかけてきてくれたと。はい、お人形と違って
人のことは難しいです。まことちょっとも気にせんで、誰のせいとか強いて言うなら逃げ出した私のせいやけ。そぎゃんこてーりみやこさん、お人形ば好きなら八六たちともきっと仲良くしてくれとったんでしょう。ええ、無論です。聞かれるまでもなく、八六さんもレイナさんもオリビーさんも二六さんもひよこ、もとい不死鳥博士さんも、小さくて可愛くて響さんの世界に行ってみたくなるほど大好きです。ほんならね、私でよければ八六たちのことお話しすると、兄さんやポーレットさんほど詳しくはないですけど。本当ですか？うん。あの、質問ではないのですが、実は響さんに頼みたいことがあります。私、お人形やお人形の衣装を作るのが好きなのですが、さっき枕さんと待っている時に教えてもらいました。響さんはすごく絵を描くのが上手だと。そこで新しい衣装を考えてほしいんです。お人よのファッションがどんなものか私に見せてください。お人形の衣装、あの、もしかして私また失礼なことを言ってしまいましたか？ううん、そぎゃんことは半ばって、ちょっと、お人形の衣装なら、こぎゃんとはどうかな。お人よのファッションっていうのとはずれちゃうばって。これって八六さんの服にそっくりですね。みやこさんが八六たちのこと好きって言ってくれたけ、どぎゃんかなと思うて。もっとこうしてほしいとかあるなら。これでいいです。いいえ、これがいいです。響さんすごいです。こんな素敵な絵が描けるなんてびっくりしました。そんなに褒められたらお世辞でも嬉しかね。いいえ、お世辞じゃないですよ。さっきも言いましたが、私はそういうの苦手なので本心です。枕さんもすごいですが、私は響さんがいいです。響さん万歳。ひーちゃん。ねえねえ、心配ばかけてごめんな。もう本当ばい。みやこちゃんまで飛び出していったけん、お姉ちゃんはすごく心配したとよ。あれ、ひーちゃん、そのお人形ばどうしたと？みやこさんがお礼に言ってくれたとよ。ありゃ、なんね、お姉ちゃんが一人ぼっちで待っとる間に二人ともすっかり仲良しやね。うん、友達ばい。はい、お友達です。